ダスプレトサウルスは、約7700万から7400万年前の後期白亜紀に、北アメリカ西部に生息したティラノサウルス科の恐竜の属。ダスプレトサウルス属には、アルバータ州で発見されたタイプ種ダスプレトサウルス、トロススと、後にモンタナ州で発見されたダスプレトサウルスホルネリの2種が分類される。同じく、 アルバータ州から産出した3番目の種は正式な、記載を待つ状況である。ダスプレトサウルスははるかに大型で後の時代に、生息したティラノサウルス科の恐竜ティラノサウルス、レックスと近縁である。大半のティラノサウルス科と同様にダスプレトサウルスは、数トンの二足歩行の捕食動物で、大型の鋭い歯を持っていた。ダスプレトサウルスの前足は、ティラノサウルスからしく小型であったが、 他の属よりは、プロポーションとして大型であった。頂点捕食者としてダスプレトサウルスは、食物連鎖の頂点に位置し、おそらくケラトプス科のセントロサウルスやハドロサウルス科のヒパクロサウルスを捕食していた。一部地域では、ダスプレトサウルスは、他のティラノサウルス科の属であるゴルゴサウルスと共存しており、二属で、生態的地位を区別していた証拠もある。 ダスプレトサウルスの化石は他のティラノサウルス科のものよりも珍しいが、社会行動、植生、生活史を含めた生物学的解析は可能となっている。ダスプレトサウルストロススと人の大きさ比較現代の捕食動物の基準では、ダスプレトサウルスは非常に巨大であるが、最大のティラノサウルス科恐竜ではない。生態は全長8から9メートルに達した。 体重は間をとって、推定2.5トンだが、1.8から3.8トンと、非常に推定の幅が広い。ダスプレトサウルスの頭骨は頑強で、頭骨長は1メートルを超えることがあった。骨は重厚な構造で、鼻先の尾骨をはじめとした骨は、強固に融合していた。頭骨には大きな穴が開いて、軽量化に役立っていた。 ラスプレトサウルスの生体は72本の葉を持ち、これらの断面は、ブレード状というよりは、楕円形であった。なお、他の歯と違い、上顎の先端に位置する全上顎骨歯の断面は、D 字型で、ティラノサウルス科に常に見られる、異姿性を示していた。上顎骨の外側表面が荒い、涙骨、五眼下骨、頬骨状の目の周りに突起が発達するといった。 ユニークな頭骨の特徴も持つ。眼下は上下に高い楕円型で、ゴルゴサウルスに見られる円形と、ティラノサウルスに見られる鍵穴型の中間型である。巨子状構造もダスプレトサウルスの歯に確認されている。ダスプレトサウルストロススの復元図ダスプレトサウルスは、他のティラノサウルス科の恐竜と体が似通っており、短い S 字型の首が巨大な頭骨を支えていた。 ダスプレトサウルスは太い足で二足歩行し、足先の指は四本で、第一子は地面に届かなかった。対照的に前足は極端に、小さく指は二本だけであったが、体格に対するプロポーションは、他のティラノサウルス科よりも大きかった。長く重い尾は、頭部と胴部に対するカウンターウェイトとして働き、重心は腰にあった。本属及び他のティラノサウルス科に唇はなかった。 可能性が高いとする論文が、ダスプレトサウルスホルネリヌ頭骨の研究から発表されている。本種頭骨を現代のワニと比較した結果、大型の平たい鱗の存在を示唆する、同じシワの入った骨の構造が確認された。歯の手触りは荒く、軟組織を保持するスペースもなかったと見られ、ダスプレトサウルスの歯は唇に覆われていなかったと仮説が立てられた。 カナダ自然博物館のダスプレトサウルストロススのホロタイプ標本、ダスプレトサウルストロススのタイプ標本、CMN8506、MM、は、頭骨、肩、前肢、骨盤、大腿骨、頸椎、胴椎、電部の椎骨、前方の惜しい7個からなる部分的な骨格である。この標本は1921年にチャールズ・モートラム、スタンバーグが、アルバータ州、 スティーベビル付近で発見し、ゴルゴサウルスの新種であると考えた。1970年に、デール・ラッセルがこの標本を完全に記載し、親属ダスプレトサウルスのタイプ標本とした。俗名は古代ギリシャ語で、恐ろしいという意味のデルタアルファ・シグマ・パイラムだと、トカゲを意味する、シグマ・アルファ・ウプシロン・ロー、ソウロスに由来する。タイプ種は、ダスプレトサウルストロススで、首相名は、 ラテン語で、筋骨たくましい、屈強なという意味を持つ。タイプ標本と別にもう一つ著名な標本、RTMP2001.361 があり、これは2001年に発見された比較的完全な骨格である。両標本はアルバータ州のジュディスリバー層群のオールドマン類層から発見された。オールドマン類層は、 約7700万年前から7600万年前の後期白亜紀中期カンパニアンの頃に退席した。またデール・ラッセルは、さらに新しい時代のアルバータ州、ホース州キャニオン類層から算出した未成熟のアルバートサウルスの標本 CMN11315 がダスプレトサウルストロッスに属するダスプレトサウルス属の3番目の標本であることを発見した。これにより、 本属の生息した時代はマーストリヒチアンへ350万年拡大した。彼がこの標本を本属に分類した根拠には、獅子と腰帯の特徴、前肢の鍵ギ爪の湾曲が挙げられ、彼はこれをダスプレトサウルスの特徴を満たすと解釈した。この際分類は広く受け入れられてはおらず、この標本は再調査の結果、当初分類されていた。 アルバートソリスサーカファーゲスへ分類し直すことが指示された。ただし、ティラノサウルス科を同定する、標徴的な骨格の特徴は欠けている。ホースシューキャニオン類層で、エドモントサウルスが多くを占めるボーンベッドから、上顎骨と様々な歯が産出しており、これも誤って、ダスプレトサウルスのものとされたが、すべてアルバートサウルスのものであることが確かめられた。もと,もとは、 ゴルゴサウルスの標本と信じられていたが、この頭骨は後に、フィールド自然史博物館に売られ、ダスプレトサウルスに割り当てられたに、3種の、さらなる種が、ダスプレトサウルス属に分類されてきたが、2007年現在、これらの種はいずれも適切な記載や命名を、受けていない。その間これらは、ダスプレットソリス SPP に指定されているが、全てが同種であるという意味ではない。 ホロタイプ標本とともに、ラッセルは、バーナム・ブラウンが1913年に収集した標本を、ダスプレトサウルストロススのパラタイプ標本に指定した。この標本案5438は、腰、骨盤、それにつながっていた複数の椎骨からなり、アルバータ州、ダイナソーパーク類相で発見された。かつてダイナソーパーク類層は、 約7650万年前から7480万年前の中期カンパニアンまで遡る上部オールドマン類層として知られていた。ダスプレトサウルスの化石は特にこの層の中部から上部から知られており、時代は7560万年前から7500万年前に当たる。1914年にブラウンはほぼ完全な骨格と頭骨を収集し、 その40年後にアメリカ自然史博物館がシカゴのフィールド自然史博物館へこの標本を売った。シカゴでの展示のために標本が組み立てられ、長年アルバート・ソリス・リブロタスと名前が付けられていたが、大半の歯など、頭骨の特徴に石膏で形作られたものがあると判明し、1999年にトーマス・カールがこの標本、FMNHPR308 を ダスプレトサウルストロッスに再分類した。それ以来、合計8つの標本が主に州立恐竜公園に位置するダイナソーパーク類相から収集された。フィリップ・カリーは、恐竜公園の標本は、頭蓋骨の確かな特徴からダスプレトサウルスのもので、あると考えている。この新種のスケッチは公開されたが、命名と完全な記載は2003年時点ではなされなかった。 モンタナ州から産出したダスプレトサウルスホルネリのホロタイプ頭骨。ロッキー山脈博物館新たなティラノサウス科標本アマン1131は頭骨断片、肋骨、甲子の一部からなり、これは1990年にニューメキシコ州から報告されてアウブリソドンに割り当てられた。後の数多くの研究者がこの標本を 他のニューメキシコ州産のものと共に再分類し、ダスプレトサウルスの未命名の種とした。しかし2010年に研究者は、カートランド類層のハンターウォッシュ武装から産出した、本種はより原始的なティラノサウルス浄化であることを示し、ビスタヒエーベルソル属に分類した。現在カートランド類層の地質時代には、議論が起こっており、後期、 カンパニアンとする研究者と前期、マーストリヒチアンと主張する研究者がいる。1992年に、ジャック・ホーナーらは、上部カンパニアンのモンタナ州、ツーメディスン・ルイ層から、ティラノサウルス化を報告し、これは、ダスプレトサウルスと、後のティラノサウルスの間で移り変わりつつある種と、解釈された。カーリーでは、ホーナーらの言及した。 ツーメディスン類層のティラノサウルス化がダスプレトサウルスの未命名の種である可能性が提唱された。別の部分的骨格が上部ツーメディスン類層から2001年に報告され、この標本の復旧にはハドロサウルス科の様体の意外が,が保存されていた。この標本はダスプレトサウルスに割り当てられたが、種レベルでの分類はされていない。 また、少なくとも3体以上のダスプレトサウルスの標本が、ツーメディスン・ルイソーのボーンベッドで発見され、2005年にカリーラが記載した。ホーナーらが1992年に言及した、当時未命名の種を、この化石が代表すると彼らは主張したが、種を断定する前に、さらなる研究とダスプレトサウルスの記載が必要で、あると注意した。 2017年にツーメディスン類層の分類群は、新種ダスプレトサウルスホルネリと命名された。上部ジュディス・リバー類層の乖離したティラノサウルス科の葉は、ゴルゴサウルスの葉のようでも、ある一方、ダスプレトサウルストロスの可能性も高い。しかし、約7800万年前に当たる下部ジュディス・リバー類層には、ミキサイの新たなティラノサウルス科の証拠が算出している。 トライブルド・パレオントロジー有限会社のコレクションの標本のうち2002年から2004年の発掘調査で収集されたものにはサー・ウィリアムという名で知られる標本がある。この標本はダスプレトサウルスの特徴を示し本属の初期の新種であることが示唆されている。しかし、この標本にはテラトフォネウスのような初期ティラノサウルス赤の特徴も数多く見られるほか 後のティラノサウルスのような特徴さえ見られ、完全な親族である、可能性も示唆されている。ダスプレトサウルスは、タルボサウルスやティラノサウルス、アリオラムスなどと共に、ティラノサウルスか、ティラノサウルス赤に属する。ティラノサウルス赤の動物は、アルバートサウルスよりもティラノサウルスに近縁であり、頑強な体つきとプロポーションの大きな頭骨。 アルバートサウルスよりも長い頭骨の穴で知られる。ただし、ここでは、アリオラムスは例外である。ダスプレトサウルスは通例ティラノサウルスレックスに、禁煙であると考えられ、向上進化を遂げたその直径の祖先とさえ、考えられている。グレゴリー・ポールは、ダスプレトサウルストロスをティラノサウルス属に再分類して、新種ティラノサウルストロスを設立したが、 これは一般に受け入れられていない。数多くの研究者は、タルボサウルスとティラノサウルスが姉妹群があるいは同族と考えており、ダスプレトサウルスはさらに基盤的な親戚ということになる。一方で、ダスプレトサウルスは北アメリカのティラノサウルスよりも、タルボサウルスやアリオラムスといったアジアのティラノサウルス化に近縁であると、フィリップ・ジェカリーラは提唱した。 ダスプレトサウルスの系統はすべての種が記載されて初めて明確になるのかもしれない。復元図ディートロススの骨格キャストの展示。アイオワ科学センター新シシナティミュージアムセンターのダスプレトサウルスホルネリの骨格以下はローウェンらが2013年に行った系統解析に基づくクラドグラム。2020年にはカナダの中部カンパニアン海からタナトテリステスが報告された。 タナトテリステスは5つの固有派生形質に基づいて、ダスプレトサウルスの姉妹群とされ、両族を合わせて新たな分類群である、ダスプレトサウルス族がティラノサウルス科内に新設されることになった。これによりティラノサウルス科はさらに多くの系統に枝分かれしていたことが明らかになった。ただし、ユンによる、亜生体のダスプレトサウルストロススの前頭骨の解析では、 ティラノサウルス科の前頭骨の固有派生形質に不備が指摘され、タナトテリステスはダスプレトサウルスの種として扱われている。ダスプレトサウルスホルネリが外皮に感覚器官を持っていた兆しがあり、おそらくは接触、顎の動きの正確な調節、温度、獲物の探知に用いられていた。大きな平たいウロコロクは獲物を捕らえる際や、種内競争において、 鼻先を保護していた可能性がある。角竜を食べているダスプレトサウルスの復元月たアメリカの後期カンパニアンにおいてダスプレトサウルスはアルバートサウルス赤のティラノサウルス科恐竜ゴルゴサウルスと同時期に生息していた。これは二族のティラノサウルス科が共存していた数少ない例の一つである。現代の捕食動物の群衆では 同様の体格をした捕食者は解剖学的、行動的、地理的際により競争を制限され別々の生態的地位に分かれる。ダスプレトサウルスとゴルゴサウルスの生態的地位の違いを説明しようとする研究は複数行われている。軽量な体格で個体数も多いゴルゴサウルスが数の多い当時のハドロサウルス科を捕食し、環境で個体数も少ないダスプレトサウルスが 個体数も多くなく、狩りづらい武装した角竜を、選択的に襲っていたと、デール・ラッセルは仮説を立てた。しかし、ツーメディスン類一層から産出したダスプレトサウルスの、標本 OTM200 は、腸の領域に消化された羊体のハドロサウルス化の、意外が残っている。ダスプレトサウルスとゴルゴサウルスは、歯の強度こそ近いものの、ダスプレトサウルスのようなティラノサウルス赤は高く広い。 尾工部を持ち、これは、ゴルゴサウルスのようなアルバートサウルス赤の上下に低い、鼻先よりも頑丈であった。このことから、接触時の力学的挙動や食性が異なったことが、示唆されている。地理的隔離により競争が制限されていたと、提唱する研究者もいる。他のグループの恐竜と異なり、海からの距離との相関はなかったようである。また、両者には、 強行差による住み分けはなかった。しかし、ある程度の重複はあったとはいえ、ゴルゴサウルスの化石はダイナソーパークといった北部の層で一般的であり、ダスプレトサウルスの種の化石は南方で豊富であった。このパターンは他の恐竜でも見ることができる。カスモサウルス赤のケラトプスカやサウロロフス赤のハドロサウルスかも モンタナ州のツーメディスン・ルイソ層などカンパに、アンの北アメリカ南部で一般的であった。セントロサウルス赤とランベオサウルス赤は、北方の井戸で支配的である。このティラーノサウルス赤、カスモサウルス赤、サウロロフス赤の間の生態的パフォーマンスの共通性が、この分布パターンに示されているとホルツは提唱した。マーストリヒチアンの終わりには、 ティラノサウルスレックスのようなティラノサウルス赤、エドモントサウルスやクリトサウルスといったサウロロフス赤、トリケラトプスやトロサウルスなどのカスモサウルス赤が北アメリカ西部へ拡散した。その一方でアルバートサウルス赤とセントロサウルス赤は絶滅し、ヒパクロサウルスなど少数の種からなるランベオサウルス赤は希少であった。カナダ自然博物館の2頭のダスプレトサウルス、 トロスの模型ダイナソーパーク類相の若い、ダスプレトサウルスの標本、TMP94.1431 には、顔に別のティラノサウルス科に付けられた髪跡があった。髪跡は治癒しており、この個体が噛まれた後も生き延びたことが示唆されている。完全に成長しきったダイナソーパーク類相の、ダスプレトサウルス TMP85.621 も、またティラノサウルス科の髪跡を示しており、 顔への攻撃は若い個体に限った話ではないことがわかる。髪跡は他の種によるものである可能性もあり、同種の顔を噛む攻撃は捕食動物には非常にありふれている。顔の髪跡はゴルゴサウルスやティラノサウルスといった他のティラノサウルス科にも見られ、シンラプトルやサウロルニトレステスのような獣脚類の属にも確認されている。ダレン・タンケとフィリップ・カリーは 神跡が縄張りや資源はあるいは社会集団の支配をめぐる主内競争に起因すると仮説を立てた。ダスプレトサウルスが社会集団の中で生活した証拠はモンタナ州ツーメディスン類層のボーンベッドの発見に由来する。ボーンベッドには3頭のダスプレトサウルスの化石が保存されており、それぞれ生体と様体及び中間体系の個体である。 少なくとも5頭のハドロサウルス科が同じ産地に保存されている。地理的証拠から死骸が河川に運搬されて集まったわけではないが、同じ場所に同時に埋没したことが示されている。ハドロサウルス科の化石は飛散していて、さらにティラノサウルス科の歯型もついており、死亡した時にダスプレトサウルスが死骸を砂取っていたことが示唆されている。死因は不明である。 確証を持って主張はできないが、カリーは、ダスプレトサウルスは群れで狩りをしていたと推論している。ダスプレトサウルスや大型獣脚類の社会集団の証拠に懐疑的な研究者もいる。他のティラノサウルス化による髪跡を追ったダスプレトサウルスの頭骨ブライアン・ローチとダニエル・ブリンクマンは、ダスプレトサウルスの社会的相互作用は、現代のコモドオオトカゲに似ていると提案した。 コモドオオトカゲは、協力的ではなく、死体砂取りの過程で頻繁にいった個体を攻撃し、互いに共食いに発展することさえある。ダスプレトサウルスが共食いをしていた証拠は2015年に発表された。ティラノサウルスカン族の成長曲線の仮説を示すグラフ。ダスプレトサウルスは緑色で示されている。エリクソン・エトール2004に基づく、古生物学者グレゴリー・ M ・エリクソンらは、 ティラノサウルス科の成長と生活史を研究した。骨の組織学解析により死亡時の年齢を断定でき、成長曲線は様々な個体の年齢と体サイズを対応させてグラフにプロットすることで作成される。エリクソンはティラノサウルス科が長く幼体の時期を過ごした後に生涯半ばの約4年間で急成を遂げたことを示した。急成長期が 生成塾により終わりを迎えると生体における成長は大きく減速する。エリクソンはダイナソーパーアクルイソー産のダスプレトサウルスだけを調べたが、これらの標本は同じパターンを示した。アルバートサウルス赤と比べて生体の体重が重いため、急成長期におけるダスプレトサウルスの成長率も高く示された。 ダスプレトサウルスの最大成長率は年間 180kg で、これは生体の体重を1.8トンとした推定に基づく。ダスプレトサウルスの体重はもっと重いと提唱する研究者もおり、これは成長率には影響するが全体的なパターンを左右することはない。ダスプレトサウルスホルネリの一連の成長各年齢の標本の数を集計することで、エリクソンらは アルバートサウルスの集団の生活史に結論を導くことができた。彼らの解析により、妖体の化石記録が少ない一方で、急成長期の亜生体と生体はより普遍的であることが示された。この違いは収集バイアスや保存バイアスに起因する可能性もあるが、ゾウのような大型哺乳類にも見られる。ある一定の年齢を超えると死亡率が低下する。 現象こそが原因ではないかとエリクソンは仮説を立てた。死亡率が低い原因は、ティラノサウルス科が2歳までに、同時代のすべての捕食動物を上回る大きさまで成長したためである。同様の解析にたるほどのダスプレトサウルスの化石は、まだ発見されていないが、同じ一般的な傾向が当てはまるらしいとエリクソンは、綴った。2009年の研究では、 ダスプレトサウルスの様々な標本の顎に、トリコモラス症に似た病変が起きていることが、発見された。モンタナ州、ジュディス・リバー・ルイソから算出した完全な標本に、基づく、ロッキー山脈恐竜リソースセンターのダスプレトサウルス、トロスツの骨格キャスト知られているすべての、ダスプレトサウルスの化石は、7700万年前から7400万年、前の後期白亜紀間パに、 アンの中期から後期にかけての層で発見されている。白亜紀の中頃から北アメリカは西部内陸海路により半分に分断され、モンタナ州とアルバータ州の大部分は海の底になった。しかし、ダスプレトサウルスの生息時期の間に始まった西部でのララミー変動により、ロッキー山脈が隆起すると海路は南方と東方へ交代した。河川は 山脈から海路へ流れ、運搬された堆積物は、ツーメディスン・類層とジュディス・リバー層群、および他の堆積層を一体に形成した。約7300万年前には、海路は再び北方と西方へ発達し、アメリカとカナダの西部全域がベアパウ海に覆われ、後に巨大なベアパウ結岸に代表されることとなった。 ダスプレトサウルスは内陸回路の西岸に沿った広大な氾濫源に生息していた。タイガが陸を潤し、時折洪水が起きて新たな堆積物が一体を覆った。水が豊富な時には膨大な植物と動物が維持されていたが、周期的な干ばつがこの地域を襲って大量死を起こし、ツーメディスン類層やジュディス・リバー類層の堆積物に見られる数多くの ボーンベッドが形成された。このうちにはダスプレトサウルスのボーンベッドも含まれる。同情の状況は現代の東アフリカで見られる。西からの火山噴火は周期的に火山灰で地域を覆い、これもまた大規模な大量死を起こし、同時に将来植物が成長するための土壌を豊かにした。これらの火山灰層は放射年代測定も可能にしている。 海面の変動により、ジュディス・リバー層群には、沖合や沿岸の生息域、沿岸湿地、三角州、ラグーン、内陸の氾濫源など様々な環境が、時代や場所を変えて現れることとなった。ツーメディスン類層は、他の二つの層よりも、内陸の高地で堆積した。ツーメディスン類層とジュディス・リバー類層の、積水動物化石は、無数の動物の生活の結びつき、 周期的な自然災害や大量の堆積物によりもたらされた。炭水や木水には多くの魚類に代表され、サメやエイ、チョウザメ、ガーなどが発見されている。ジュディス・リバー総群には多くの水生両生類や爬虫類の化石が保存されており、カエルやサンショウウをカメ、チャンプスサウルス、ワニが産出している。陸上のトカゲでは、っていうか、トカゲか、 オートカゲか、足なしトカゲかが発見されている。ジュディス川をなす、様々な層でダスプレトサウルスや他の恐竜と、多様な哺乳類が共存し、アズダルコカの抑留や、アパトルニスやアビサウルスといった鳥類が頭上を、飛んでいた。幼体のダスプレトサウルスホルネリの頭骨ジュディスリバー、類層と地質学的には、同水準である、オールドマン類層で、ダスプレトサウルストロススは、 ハドロサウルス科のブラキロフォサウルス、ツノリュウのコロノサウルスや、アルバータケラトプス、パキュケファロサウルス科、オルニトミムス科、テリジノサウルス科、そしておそらくアンキロサウルス科を捕食していた。他の捕食動物には、トロオドン科、オビラプトロサウルス類、ドロマエオサウルス科のサウロルニトレステスがおり、おそらく道の族のアルバートサウルスアカも生息していた。 より新しい時代のダイナソーパーク類相とツーメディスン類相はオールドマン類相と同様の動物性を持ち特にダイナソーパーク類相は他に類を見ないほどの恐竜が保存されているアルバートサウルス赤のゴルゴサウルスはダイナソーパークと上部ツーメディスンで未命名のダスプレトサウルスの種と共存していた若いティラノサウルス科は 生体と体重が二桁も違う小型住脚類との中間のニッチを占めていた可能性がある。サウロルニトレステスの歯骨がダイナソーパーク類層から発見されており、おそらくダスプレトサウルスと思われる若いティラノサウルス家による歯型が残っていた。ありがとうございます。